毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり、難破船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそっさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんは。今夜はね、泳ぐたい焼きを食べました。さて、今日もね、YouTube でライブ配信したいと思いますね。今日もね、今度、待ち合い帰るからさ、終電でね、それまでに、なんとか終電までに。今日も YouTube でライブ配信。さあ、日月休みだからさ、連休なんだけどさ、青春予約切符1回分残ってんでね、それ使い切ろうと思って、日帰りで行こうと思うんでね、だから、ちゃうからね、日帰りで。そうしようね、日帰りトータル1回使おうと思って、片道2000円で往復4000円ぐらいか。だから、ね、本当は連休だからね、贅沢したいけどさ、しょうがない。青春予約切符ね、フルに使い切りたいからさ、あと1回あんだよね、10日までだからさ、今回はね、日帰り登山。房総の富さんとかね、行こうと思って。岩井から歩いてね。2022年、2023年。1月の7日。1月の7日だ。土曜日です。日月は休みですが、今週は、今度は日月はさ、あれ、もう青春状況そろそろね、もうね、あれ、1万円残ってから、あれ使い切るから、日帰りで使い切りますんで。なんとか間に合った。30、40分やって、電車の最終には間に合うと思うんだ。マキアに帰る最初には。それ乗りたいね。半ぐらいに終わろうね。だからね、あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。街は今、眠りの中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆悩みの中。あの鐘を鳴らすのはあなた。あ
あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを信じたい心が戻ってくる。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。はい、こんばんは。今夜はね、和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなたを歌いました。2023年1月7日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。小手さんどうもね、うん、こんばんはね。やみやみさんどうも、神崎さんどうもね、うんうん、吉井さんどうもね、歌う関係ないよね、歌いたいから歌ってますよ。あ、セミルさんどうもね。じゃあ今度2曲目はこれいこうか。来週のカサブランカおなじみ客がいいね、この歌ね。あ、いやいや、あ、郷ひろみさんね、郷ひろみさんの来週のカサブランカいこうか。こんばんは。抱きしめるといつも君は洗った髪の香りがした。まるで若すぎた季節の香りさ、結ばれると信じてた。セピア色をした映画が好き、優しくて悲しい愛があるから、スクリーン見つめて濡れたその頬を僕の肩に押し当てていたね。風吹く胸が探してる君のため息ぬくもり。 Please come back to me、 もう二度とあんなに誰かを愛せない。大人の恋をしたと聞いた、新しい名前になったと聞いたよ。でも僕の心のスクリーンの中、君がはしゃぐ、君が泣いている。二人合わせたコインでも夢が変えたね、あの頃。 Please come back to me、 僕たちは一つの季節の主役さ。風吹く胸が探してる君のため息ぬくもり。 Please come back to me、 もう二度とあんなに誰かを愛せない、あんなに誰かを愛せない。はい、どうもね。レッドさんどうも。はい、小泉さんどうもね。クエさんどうも。今の愛しのカサブランカね、うん、人気じゃないよ、うん。アクさんどうもね。じゃあ次はこれいこうか。あ、そうだ、明日、明後日はね、連中ですがね、テントに早くキャンプは行かないからね、今回はね。前にも言ってください、あれ。青春時代切符がさ、一回も残ってるんで、あれで、あれを消化する感じでね、日帰り登山に行こうと思ってます。日帰り登山。うん。岩井駅からさ、乗り行って、千葉県の富さんっていうのかな、あれ、あの辺行こうと思ってるんで。ちょうどね、町屋のあたりから2000円、片道2000円で、往復4000円でちょうどいいから、一回分にはさ、ね。ちょうどね、この間ね、四国行くのにさ、青春18切符4回分使ったんだけど、1回分残ってるんでね、もったいないから使い切ろうと思って、明日はそんなわけで。そう、そういう、うん。だからテントが今回かなり連中です。だから明日、夜が明けて日曜日は日帰り登山ね。まあ、多分できると思う。標高低いから、千葉の山だから。うん。うん、できると思う。標高低いんでね、駅に着いた時とかね。うん、次はこれ行こうか。
だから今日この後、生存確認終わったあとまた今日町田に戻るんで、明日、町田からスタートしようと思うんで。うん。青春18切符だからさ、あれ、JR なんだよね、元旧国、ね、あれ。やっぱ町田の方がいいんだよね、やるんだったらね。いや、これ夜行だったら、ね、近いから向こうの方が、JR の駅。だからそんなこともあって。仙台行かないよ、そんな言うな。仙台か。どういう意味？シルバーさん。明日から仙台行きなさいって。1枚しかないんだ、青春18切符。ちょっと辛い、ちょっと日帰りが辛い、仙台。その1枚、だから日帰りじゃないとね、やっぱりね、1枚、2枚あればね、1回もあればね、いいけど、ちょっと無理。当たり前だよ。釣るなんて知るわけしたことないよ、そんなの。休み、だからのんびりする。でも、だから何度も言ってるよ。今回はさ、この間四国に行った時の18切符の1回分があるの残りが。あれを使い切るからさ、ね、日帰りで使おうと思ってるんですね。だ今回の日帰り登山はね、ほとんどお金使わなくて済むだけ。あれ。どうもね、しおすくんどうも。ありがとうね。じゃあ今度最後はこの歌いこうか。今度最後はこの歌で。野球の私でしみようかな、最後はね。細川さんのね。連れて逃げてよ。ついておいでよ。夕暮れの雨が降る矢切の私、親の心に背いてまでも恋に生きたい二人です。見捨てないでね、捨てはしないよ。北風が泣いて吹く矢切の私。噂悲しい島また捨てて船に任せる定めです。どこへ行くのよ、知らぬ時だよ、揺れながら。矢切の私、息を殺して身を寄せながら、明日へこぎ出す別れです。うん、そうね、墓参り。谷浜弁護。わかりません、谷浜弁護士ってわかりません、僕。それ何それ、ね、初めて聞いた。それはできないよ、そんなね。めんどくさいからさ。じゃあ、さっさと、今日のお夜食。今日は煮込みうどんね。焼き込みうどん持ってくる。今夜煮込みうどん。
今日は煮込みうどんだ。卵3つ入れた。卵3つ入れて、1個ね、4つか。4つのうち3つは卵のまんまで1個ほぐして。いただきます。うまい。卵崩して、いいね。4つね。3つは玉のまんまで、1つが崩して4つですね。目玉の状態で3つ。最終11時の12分だっけ、途中のやつ。乗って毎回戻る。めんつゆです。めんつゆ適当伸ばして、いつもの山さだっけ、あれね。うまい。やっぱうどんが好きだね、僕ね。こういうのぶっといの。卵はね、いいみたいな体で、結構完全よくでしょ。完全食というか、卵のぶぐいた卵ってね、最後の卵。そう、今はさ、なんかね、昔の卵と今の卵じゃ栄養価が違うみたいよね、よくね。昔は、そうみたい、昔は、やっぱり。よく言うじゃん、昔は、なんだっけ、普通の、なんだっけ、あれ、農家のさ、宮崎で普通に作った卵とさ、工場、ね、すごい大規模な養鶏場で作ったの、栄養価が違うってことよく言うよね。そうでしょ、栄養価が違うってこと。今のはなんかそれほどじゃないっていう、だから。ドリアとか昔の卵と比べると栄養価が悪いってね。少ないってね。あ、それは連休だけどね、天高は行かないからね、今回はね。うどんね、2袋、184個入れたんで、やっぱボリュームあっていいね。どうも、せいさん、どうも、今日は煮込みうどん。180g2 つ入れて、煮込みうどんです。普通のスーパーに売ってるやつよ。卵は4つ入れてね。もう食いたらいい。そうよ、食うのが楽しみよ。人気だからね。どうも金城さん、どうもね。飲み物飲むよ、この後ね。1個はね、溶いて、溶き卵で、3つ玉の状態で、もう食べようとくよ。じゃあ、1本飲もうかな。汚れてるだけ。汚れてる、超分、汚れてるだけです。汚れちゃった、汚れです、汚れ。大丈夫よ。今日メッシンじゃないです。じゃあ1本持ってこうかな、飲み物ね。今日はね、ハイボールのシー焼酎ハイボールシークワーサー、同じくハイボール飲もう。マシアのスーパーの方が安くなっちゃった。宝のハイボールこれ赤札の方が安い。まあだから最初に大丈夫。赤札の安いよな、これで。このサイズ尺算に足りないのもな、そこ赤札の。はい、乾杯。
ちゃある印刷物もね、コロナ関連の結構ある、コロナ関連の。よく皆さんのところにはさ、コロナのワクチンのさ、来るでしょ、郵便物は。あんな感じのありますね、やっぱ。コロナ関連でありますよ。コロナ関連印刷物。そういうの。わかるよね、コロナ関連の。実際、青春18切符はさ、四国まで行った時点でもう青春18切符の額は使ってくるから、確か四国まで行くのにね、片道だけでね、青春18切符はかかってからね、往復してからさ。でもね、あれ5回分乗れっからさ、5回分使わないとねって、やっぱり見聞いてて僕はそんな感じ。多少あるよね。どうも思わないよ、ワクチン。そう、打ってないね、僕ね、たまたまね。たまたま打ってないです、ワクチン。NHK 受信料と同じでいいよ、いろいろ。NHK 受信料ってさ、払わなきゃいけないんだけどさ、人によって払わない人もいるもんね、それと一緒。僕はそう思うよ。ワクチンも NHK 受信料も。払う人もいれば、払わないのもいる。ワクチンもそれでいいんだよ、別に。僕払ってる NHK 受信料はね。月休みです、のんびりしようだから。日曜日、日帰りとか行くからさ、そんな感じ。だから遅くなっても日帰りでもね、だからそんな感じで日帰りとちょうどよかった。月曜日休みだからと思って行こうと思ったんだ、日帰りとか。岩井駅から行ってさ、房総なんであるじゃん、手だ。岩井駅から歩いてた、富さんとかっていうやつ、標高300ぐらいのあれ行ってみようと思ってね、ちょうど町屋のあたり、まあ、片道2000円で行くからさ、ちょうどいいんだな、片道2000円往復4000円で、残りの1回分で。そういうのじゃ行かないもん、僕、ああいうの日帰りとなんか、欲しくてさ。すごいね、みんなね。みんな売ってるんだもん。全然売ってねえよ、一回も。売ってんだな、本当にね。もうノーワクチンです。ノーワクチン。ノーワクチンだから、キャラだ。打たないですね、僕。そうなんて、仲間だ。注射打った思いってなんだろうな、注射って。白内障手術した時に打ったのなんかね、それ以来は打ってないな。何年前の白内障手術、もう10年ぐらいあるかな。あの時痛み止めとか打ったな。あれ以来注射は打ってないもん、白内障の手術した時に。ね、あれ。なんかすんの痛み止めとか言ってね、映った。ぶどうはうまいね。こういうぶっとるの好きなんだね。昨日、町屋のアパートの近くのさ、ビシャリというラーメン屋、あれ好きでね、あれ。ビシャリ、あれ、アングラブトーンの好きよ、ビシャリの。
今度はね、まずもう一回、1月中にもう一回ぐらい行くと思う。奥多摩あたりね。先端まで行かないあれ、岩井駅だから。先端まで、先端って言ったら立山の先でしょ？立山より上だからさ、岩井駅って。わかった、あれ。すみませんさ、あれ。岩井駅だから今回行くの。岩井ってそういう立山より上なんで。房総半島先端って言ったら立山よりずっと下でしょ？あれね。その先端ってことじゃないです。わかったかな、あれ。半島先端、セミマルさんね、そうよ、あれ。岩井駅は先端じゃないからね、房総半島の。まあ、中間あたりじゃない、あれ。今回、テントは石垣だからね。石垣だから。1月か2月に行くときは奥多摩行くときはあれもアマゾンで8000円ぐらいで買ったあれも持ってこうと思って。で、房総半島はさ、館山より下、電車、あれ、房総線よりもさ、ちょっとさ、あるから少しね、あれ。そうか。あれ、イースポからよくね、イースポそうだよ、県外になっても入るじゃん、あれ。あれよく、携帯でもさ、通常県外に入るのって、あれイースポでいいんだよ、いいのかね、あれね。よく、奥多摩越えで、普通じゃあの辺はさ、標高で聞いて、携帯は入らないんだけどさ、何か所に入るんだよね、4G でね。あれもイースポでいいんだ、いいのかな、ああいうのって。イースポ現象で。前あったの奥多摩小屋のところで標高1800ぐらいで、当然、携帯は圏外なんだけど、たまに入るんだよね、あれね。1800ぐらいでもさ、歩いてるとさ、ね。あれもイースポ現象でいいんだと思うんだけどね。あってかな、あれそれで。イースポ現象ね。一般的なのはさ、FM だよね。FM ラジオはさ、AM と違ってさ、ちゃんとエリアで入らないからさ。でも、イースポになると、ね、首都圏にいても、北海道に FM 局入ったり、それなんだけどね。盗んでませんよ。書かないよ、そんなの。イースポっていうのは、ね、県外でも通常県外なのに入ること、電波が。FM でラジオなんかさ、そうだ、あれ、AM と違ってさ、あれ、延長受信できないでしょ、あれ。地元しか入んないんだけどね。イースポっていうのはさ、大阪の FM 局が首都圏に入ってるさ、そんな感じ。ラジオ好きは知ってるじゃん、ラジオの好きな人。わかんないか、イースポ。来場者案内してわかんないかもしれないな。明日はね、岩井の方、房総半島のさ、低山の日帰り登山行こうと思ってます。房総半島の中央部の富士山とか、あの辺行こうと思ってます。
最寄りが岩駅か。標高300ぐらいの。島田さんの倍ぐらいかな。島田さん150だからね。あんなババア嫌だよ。日本は飲まない。ラジオ電話？それ関係ないですよ、また。そう、岩井が最寄りなの。そっから歩いていくのにね、トミさんとか。そう、岩井。ちょうど、青春ドライキップの1回分あるからさ、1回分使うのちょうどいいんだ、あれね。1回分だから、日帰りでやるのに。片道2000円ぐらいだからさ。で4000円でちょうど使い切る、これでちょうど使い切れていいなと思って、町屋までどれくらいで行けるのって、今日帰るってこと、もう今日10時ぐらい、手袋するけどさ、何かの時取れるんだよね、手袋するけどさ、ずっと失敗してるわけじゃないからさ、ずっと手袋失敗じゃないよ、してないです、僕。したいです。したくないね、パパ。僕、若い子としたい、若い子。若い子がいい、若い子。ババアは嫌だ。盗んでないよ、何書いてんの。盗んでない、そんなこと。盗んでねえよ。盗んでない、嘘だよ。すみません、テレビ見ないの、僕、テレビないから、うち。テレビ見ないよ。テレビ見ないんだよね、僕、テレビ。見ないテレビ、本当全く見ない。職場で昼休み以外全く見ないな。本当見ないテレビ。習慣なんだろうな。見なくてどうってことないやん、本当。習慣かもしれないな。本当見ない。全く見ないです、本当。職場で昼休みでちょこっと見る程度ね。テレビ好きなんだな。うどん、煮込みうどん。おっぱい頼むね。煮込みうどんじゃあ、卵入れた煮込みうどん。美味しくいただきました。今日煮込みうどんでした。高いよ。2本目飲まない。今日はこれで終わる。おやすみね。またね。だいたいしない。別に嫌だよ。大変だよ。またね、今日はまた明日ね、おやすみなさい。最後はこの歌で締めようかな。
最後、今日最後ね。見ようか。マジンガー Z 新聞社がね、空にそびえる黒金の城、スーパーロボット、マジンガー Z。無敵の力は僕らのために、正義の心をバイルダーオン。飛ばせ、鉄拳、ロケットパンチ。未だ出すんだ、プレストファイアー。マジンゴー、マジンゴー、マジンガー Z。山を砕く黒金の城。スーパーロボット、マジンガー Z。正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをバイルダーオン。発射、命中、ミサイルパンチ。未だ出すんだ、ロストハリケーン。マジンゴー、マジンゴー、マジンガー Z。今日はこの辺でおやすみなさいね。どうも。また明日ね、おやすみなさい。あいつは低山だからさ、多分ね、それで肺があると思うんで、おやすみなさいね。じゃまた、明日はトミさん行く予定、トミさん。またね。終わりましたね、今日はね。